山本権兵衛、山本権兵衛、山本権の、兵衛、1852年11月26日、火英5年10月15日から1933年、昭和8年12月8日は、日本の武士、薩摩藩士、海軍軍人、政治家。階級は、海軍大将。以下位は、十一位。軍当は、大空2位。後級は、後一級。尺位は、白尺。 元来は、ゴンベであるが、浸水式で、祝使用に、官主が付けた名前で宮中でも使用した、ゴンの、表栄を交渉としていた。海軍大臣、第11.1213代、内閣総理大臣、第16.22代、外務大臣、第37代などを歴任した。薩摩藩主を経て、海軍軍人となり、第2次、山形内閣では、 海軍大臣として入閣し、以降、第四次、伊藤内閣、第一次、桂内閣でも、海軍大臣を務め、大臣として、日露戦争下の大日本帝国海軍を支えた。その後、第十六及び、第二十二代の内閣総理大臣を務めた。また、第二次、山本内閣では、外務大臣も務めた。薩摩国鹿児島軍の鹿児島城下鍛冶山町。 現、鹿児島市梶事屋町に、薩摩藩市で有筆及び、創術師範を務めていた、山本五百女性の六尾に生まれる、陽名もごん兵衛、忌み川森武。撮影戦争及び母親戦争に従軍。母親戦争後、1869年、明治2年に、当時の政府高官であった、西郷隆盛の紹介で、勝海舟の訓導を受け、改正書。 海軍総連所そして海軍兵学寮と海軍軍事にへの道を歩むことになった。海軍兵学寮では実戦を体験した山本らの学生は実戦を体験していない近藤誠などの教官に素直に従わないこともあった。教官はそう言われるが実戦での体験ではそのようなことはないと批判するのが上等手段であった。西郷隆盛が 明治政府から下野した時は、1874年、明治7年に、西郷を追って、鹿児島へ一時的に帰省するも、西郷自らの説得により、海軍、大輔河村住吉には尾を入れ兵学寮に戻った。同年に、海兵2期卒業、石寺は17人中16石。1877年、明治10年の西南戦争時は、 派遣されていったドイツ軍艦での遠洋公開中の外地で初めてその事実を知った。同年海軍少尉任官、1878年、明治11年、新潟県の漁師、津沢鹿助の三女、時子と結婚した。薩摩バッツの海軍士官が、氏族ではなく、平民の娘と結婚することは、当時としては、異例のことであった。 薩摩閥のエリートとしての言動は問題を起こすこともあり、海軍中尉時代には海軍卿榎本武明によって非職となったこともあったが、順調に海軍士官としての経験を積んだ。天城官庁の後、1887年、明治20年に海軍大臣伝令士となり、海軍次官、河山助則の欧米視察旅行に1年以上も随行した。 1889年、明治22年、大佐に昇進し、高尾艦長や高千穂艦長を歴任した。1891年、明治24年、海軍大臣、最後を継ぐ道に、海軍省大臣官房主事、後の海軍省主事に任命され、日清戦争時には、海軍大臣副官となる。山本は、海上権という新しい概念を陸軍首脳へ、 レクチャーし、それ以後、日清戦争における陸海軍の作戦が比較的スムーズに進んだ。当時海軍軍令部は独立しておらず、陸軍参謀本部の中に含まれていた。山本は軍令部の独立を主張し、その独立までには10年の歳月がかかった。日清戦争後は、三国干渉から将来のロシア帝国の脅威に対抗できる海軍に、 改革するために人事を含む大規模な海軍における行政改革を断行した。当時の山本は軍務局長であったが、新聞各紙でゴン衛イ大臣の独断選考という表現で批判され、海軍の弱体化を懸念する山形有友や井上薫からも説明を求められたが、海軍大臣の最後を継ぐ道はすべて山本に任せて自分が責任を取るとして、 改革を進めさせた。特に召喚8人、調査官89人に及ぶ士官のリストラには、現役の軍令部長の中本倉之助さえも、対象となる世界の海軍でも、例を見ない大リストラであり、山本と個人的に親しかった士官も容赦なく、整理対象とされたので、個人的批判が巻き起こった。山本に全てを任せた、西郷嗣ぐさえも、一時は疑問を呈したが、 緊急の場合には、予備役を招集すればよいとの説明に、最終的には同意した。1898年、明治31年、西郷継道の推薦により47歳で、第二次、山形内閣の会長に就任し、その後は、日露戦争が終結するまでの、約8年という、長きにわたって事実上の海軍トップとして君臨した。山本は、 ロシア海軍に勝つという一点を当時の海軍の目標として様々な施策を行った。ロシア軍艦を全滅するためには日本の軍艦も半分は沈める覚悟だとも公言している。士艦には海外留学を奨励し、秋山正幸、広瀬武雄などの多数の青年士艦を米国、英国、ロシアなどへ派遣した。士艦の教育に力を入れるとともに、 能力ある兵卒は途中からでも士官になれる制度を作、左官まで昇進した者も数名出た。国内の製鉄所、造船所を整備し、戦時における修理、補給体制を充実させた。また当時の燃料としては最高級の英国炭を全艦船の燃料として採用した。艦上での食事の改良にも力を注ぎ、 カレーライスや肉じゃがなど栄養価の高い斬新な献立を奨励し、乗組委員の健康管理にまで目を配った。当時の日本では、格気が問題であったが、栄養価の高い食事や適度なパン食などで、乗組委員の格気はほぼ皆無になった。外交では、日英同盟を積極的に支持し、海軍条項を早期に同意するなど、外務省に協力した。 この功績により1902年、明治35年、小村寿太郎らと共に男爵に助せられる。国内での感染の心臓を進行する一方で、日英同盟に配慮して英国へ発注し、また戦後の行為を期待して、米国にも発注するなど、広い視野を持って行動した。また日英同盟によって、当時世界の主要校を支配していた英国を中立化し、 ロシアのバルチック艦隊の日本海までの長期航海における補給、修理、休養をできる限り妨害して日本海海戦前に披露させた。官房主持時代から取り組んできた海軍軍令部の独立を達成し、明治天皇による初めての海軍軍服の着用、予算規模の拡大などによって海軍を陸軍と対等の関係まで進めた。また、 陸軍の大陸への兵舘を守る、海上圏をまず第一義に考え、日露戦争では、ウラジオストック艦隊、ついで陸軍との共同作戦により旅順のロシア、太平洋艦隊を全滅させ、船舶の通行の安全を図った。海戦に備える一方で、ロシア海軍に勝てる見込みが立つまで海戦に反対し続け、用意が整ったと判断するや海戦に賛成した。 海戦直前には、東郷平八郎を連合艦隊司令長官に任命し、それまでの人事官令を破るものと批判されたが、人事権は海軍大臣にあると断行した。明治天皇に理由を尋ねられ、東郷は、運の良い男でありますのでと答えた逸話が残っている。1904年、明治37年、東郷と同時に海軍大将に昇進した。1906年、 明治三十九年一月、信頼する斉藤実るに譲る形で海軍大臣を辞任する。1九百七年、明治四十年九月、伯爵に、昇る爵。西郷つぐみちなきあの陸軍首脳とも強い、つながりのある海軍の重鎮の一人として存在感を強め、また反発に属するも、政党及び国会を尊重し、伊藤博文の立憲政友会に、 好意的な立場を取ると、五権運動に盛り替えを示したことにより、総理大臣の候補に名前が挙がるようになった。1913年、大正2年、同じ薩摩伐の元老、大仙岩の支持で、山本に祖格の対名が下る。松方玉義が1898年、明治31年1月に辞任して、以来15年振りの薩摩出身者であり、2月20日に、 政友会を与党として内閣総理大臣に就任した。第一次、山本内閣は軍部大臣現役部官制を事実上廃止し、それ以後は陸軍大臣が決まらないので組閣できないといった軍部の応募が抑止された。しかし、ドイツの国内事件からシーメンス事件が検察によって調査され、海軍交換への増賄疑惑をめぐり内閣は瓦解し、 1914年、大正3年4月16日、総辞職した。次の第二次、大熊内閣で海軍大臣となった、八代六郎は、山本と斉藤実を予備役に編入した。井上義香と東郷平八郎の両元水は、この人事に反対するも、山本は、人事は、海軍大臣の戦艦事項であり、将来の人事行政に、 重鎮たちが口を挟む悪霊を残さないために、素直に大臣の命令に従い1914年、大正3年5月11日に、予備役となった。その後、第一次世界大戦やその後の海軍軍宿にも、海軍の長老としての公的な発言は、全くしていない。1922年、大正11年の高橋内閣総辞職の際、元老の一人、 西園寺金持ちは病中であり、松方正義は、摂政宮、広人親王、後の昭和天皇より、枢密院議長の清浦慶吾と共に、山本を協議に加える許可を得、三者の協議により、加藤智三郎に対名が降下することとなったが、これは、松方と、宮内大臣、牧野信明をはじめとする薩摩閥が、山本を、将来の元老とするための措置であったともされる。 一方で、西恩寺は山本が宮中に接近することを警戒し、山本の数密院議長就任に対して反対している。関東大震災の被害もまだ明けぬ1923年、大正12年9月2日、加藤智三郎首相の休止に伴い、約9年の時を経て、同じく海軍出身の山本に再度の組閣が命じられた。推薦を行ったのは西寺であり、 来たるべき総選挙を公平に行わしめ、財政、行政整理を断行せしむるためであるとされた。山本は帝都復興委員総裁に後藤新平を任命して、東京の復興事業を行う一方、普通選挙実現に動くなどした。加藤智三郎内閣から引き継いだ大臣には、女性である海軍大臣の宝部兵もいた。しかし、 同年12月27日に起きた、摂政宮が共産主義者の南波大輔に狙撃された、虎ノ門事件の政治的責任を自ら取り、辞表を提出した。摂政宮と元老も辞表を却下するなどして移住したが、翌1924年、大正13年1月7日に内閣は、総辞職した。東京日日新聞年月日記事では、 両元老なき後の元老として、山本の名が挙げられるなど、経歴から見ても元老に的確であるという観測も行われていた。しかし、内大臣、平田東介は元老を西恩寺の代で消滅させる意向を持っており、山本は不適格であると考えていた。西恩寺もこれに同意しており、山本が元老となることはなかった。牧野はその後も山本を、 数密院議長などの住職につけようと活動したが、西恩寺は一貫して反対し続けた。1933年、昭和8年3月30日、妻の時子が死去した。山本も、また、前立腺被害症のため妻の時子を、追うように同年12月8日、東京、高輪台の自宅で、その生涯を閉じたのだった。去年82、に、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。